やあ、せつのきゅうすけだよ。冴えない荒野を目指す楽園のバーク行きます。次からチャプター。あなたも生まれてきたことを後悔するような目に遭わされちゃう？いきなり意味深発言をしちゃったさくらさん、かっこおっぱいです。というわけで前回のあらすじ、シナリオ役の人を募集して、その応募に現れた高梨さんと会っております。そして高梨さんはちょっと失礼な発言をしてしまって、さくらさんはこういう発言をしたっていうところで、あなたも生まれてきたことを後悔するような目に遭わされちゃうっていうね。いいね、さくらさん。じゃあ合わせる側の人間は俺ということで決まりということでいいかな。高橋さん、じゃあ二人でこっちおいで、こっちおいで。きっと少年のことだ。とてもエッチなバニーにさせられちゃうぞ。ふう、バニー最高。おいおいおい、失礼なことを言わないでください。え、違うの？俺はエッチなバニーじゃなくて、バニーさんをエッチな気分にさせるのが好きなんです。あー、なるほど。バニーは最初からエッチっていう、そう、エッチではないっていう、そういう考えですな。なるほどね。自分でバニーをエッチにしたいっていう願望ですな。なるほど。それは素晴らしい考えだと思います、主人公くん。知らねえよ、そんなの。もうちょっとゲームの音出たらいいと思う。あ、そうですかね。じゃあちょっと音量上げようかな。設定ができるからね。どうやったっけ。微妙に上げたい。微妙に、ちょっと微妙に上げたい。よし、これでいこう。おまけに言ってしまえば、バニーだけじゃなく、猫耳と尻尾で猫スーツというのでもいいんです。わあ、それただの猫のコスプレだ。わーい、もっと知らねえよ。犬耳でもか。俺は姉子に向かってサムズアップする。ピキー仮面ライダークーガ。でも私が知る限り以上、早い人でも大体3日ってところかしら。さくら渾身のスルー。くじ笛を吹いてごまかす。定番なごまかし方するな、お前。いや、別に攻めてないから。むしろやりたてにしては早い方だと思うし。早いと言われると何か来るものがあるよね。言わないけど、先ほどは軽率な発言をしてすいません。うん、いや別に気にしなくていいって。はい、私も少年も青だらけじゃないしな。腹から出してほい鑑定ってわけにはいかんのよ。タラララララー、キャラエー。その説明わかるようでわからないと思う。でもこの作品は全部の話を見ないとですね。まだ食い下がるか。でも、あ、でも、あー泣いちゃった。あ、泣いちゃった。それだけ言うと、姉子は伝票片手にさっさと出ていく。姉子、ちょっと待てよって止めたいところだったが、今はひとまずこの子が大事だな。泣き顔かわ。ほんとね。あの、いきなり、いきなりゲームの宣伝に入ったけど。殺人の家。いきなりゲームの雰囲気変わってしまったって感じに見えたじゃん、ちょっと。ちょいちょいゲームのフリームで公開されてるフリーゲームの宣伝が入るよね、このゲーム。縛りたいね。縛って泣き顔の拝んで攻めるっていう。ドエスー。わーお、ドエスー。いいね。シャワーカーテンだ。奥に何かいるような。絶対向こう側におる裸のさくらさんです。で、もう一本。言うとくけどね、この宣伝タイムに流れよるね、フリームのゲームって本当にあるからね。このフリーゲーム本当にあるからね。駅前。何度か泣き止んだアキラちゃんをそのまま駅まで送り届ける。
とりあえずは採用かどうかはまた後日ということで今回は解散になった。ちなみに送り届けるまで全員話なんかできる空気じゃなく、通り過ぎる周りの 人たちからはどういった3人組見られたのか未だ疑問である。あれだけのことで泣いてしまうか。あれだけって自分のわがままが通らなかった、ただそれだけじゃない。まあわがままっちゃわがままやな。ちょっと無理なこと言い出したもんね。でも理由があったのかもしれないじゃないですか。三角関係さくらさんとあきらちゃん高梨さんな、見た目ちょっと年齢差がありすぎるんよな、特におっぱい的な意味で。理由？どんな理由よ。それは理由って言ったはいいが思いつくわけがない。彼女にもし病気の弟がいて、そのために彼女が自分の小説をゲームにしないといけないっていう理由があったとしてもだ。うん、姉子は冷静にただ淡々と続ける。少年はあれだけの人数をかけるのかい。そうそうそうやな、仕事できる範囲じゃないもんな、量が多すぎるんよな。うん、どんだけやらないといけないってことがあってもさ、やれるかやれないかって言うたらまた話が別になってくるもんな。貧乳もええろ。まあ貧乳もそれなりに可愛い乳首っていうのがいいよねっていうそういう話になってきてしまうからね。おっぱいもいいけどね、大きいおっぱいもいいけどねって。合わせた音楽を全員分仕上げなきゃいけないのかい。それはあいつなら何度かできそうな気がする。マジで、メインキャラ50人とかおらんかったっけ。だけどそういう話ではないのだろう。少年よ、一度冷静になるんだ。似たような作業量を簡単にやると言って潰れた企画というのはたくさんあるんだぞ。私はそういう企画をたくさん見たし経験もした。そうなんよな。私は少年の初めてを最悪な思い出で怪我したくないんだ。D カップぐらいでいいわって。まあそうやな、大きすぎるもあれやなって思うけどさ。あ、それでも大きすぎるもあれやなって言いつつも、さくらさんぐらいのおっぱいは大きくてもまあありって思ってしまうタイプなんよな俺は。さくらさんぐらいのおっぱいだったら、とりあえず私らも今日は解散しよう。まあ、重要なのはチェック日がどんな見た目なのかっていう話です。寿司はちゃんと後日おごってやるから。マジで？マジで？寿司おごってくれるの？イエホイ！サーモン、マグロ、イカに、マグロ、イカにマグロ、マグロ、イカ。マグロとイカばっか食ってるわ。短い時間で去っていてよかった。寿司ネタって何が好き？ハンバーグ。回転寿司でいいな。あるけど、確かにネタの上にハンバーグ乗っけとる寿司あるけど。とは言ったものの、妥協点みたいなものも見つけられなかったらダメなんじゃないだろうなかろうか。いやでもさ、この場合妥協するべきは高橋さんの方だと思うんやけどな。さすがにたくさん仕事をな多く積んどったら完成までが遠くなってしまうし、うん、難しいところやけど。あれ？俺電気つけてたっけ？いいやな。おかえり。誰だお前は。いや知ってるけどさ。来てたのか。うん、あっちは今日はお母さんたちが留守だからね。派手なまま絵が全然できてない。遊びに来たようはいいけどさ、立ち絵全然出てこんやないかこいつ。そうかって感じやけど。ところでさ、なんでお前部屋の鍵持ってるの？マイブラザーよ。弟出てきた。すげえな。リアルで弟入ってきたけど思ったらさ、ゲームの中でも弟入ってきたよ。何これすげえな今日。これ使ったからだよ。どれを使ったから？そう言うとポケットの中から何かを取り出す。鍵英語で言うならキー。メタルなアイドルとは
役わけが違うのだよ。Yes. いつの間に親にさえ合鍵を出さなかったのに、こいつどうやって。普通にこの前買い物に行った時に合鍵屋さんで作ったんだけど普通にって言っちゃったね、この子。普通にってあと妹出てこいっていうコメントが出てきたね。うん、妹出てきよしよね。巨乳の妹が。マジか。やめてよ。巨乳の妹がおったらさ、主人公俺はこんな性格にならんかったんじゃないんだろうか。お前童貞こじらせたのは妹がいなかったからかもしれないぞ、みんな。妹がいたら妹でどうにか性欲発散できるかもしれないからな。驚きのあまり頭を抱え込む鬼の姿を見るや否や。ダメだって言うのなら返すすごい残念そうな顔をしている。返すって言われてもな、ま、作ったものはしょうがないうむ、ここは考えを変えていこう。そこまでして手に入れたのならしょうがないなって思うしな。マジでか。やったー、さすが兄さんは話がわかる。おい、そこ頭の中でこいつちょろいなって思ってないだろうな。俺様かよってただし来る時には連絡入れろよ。出ないとね。なんだ主人公、俺が彼女と二人きりの時に来たら困るかなってそう思ってるか。お前にはできねえよ。主にソロ活動の途中だったりとかあるからな。誰かとセッション中と言えないのが悲しいとこだだろうなコーギー君は多分見た目からして学ラン来とるし中学生なのだろう。中学生か、性欲満載のところだろうな。俺にもプライベートはあるということだ。はーい。元気よく返事をするコウキ。あ、絶対こいつ理解せずに返事したタイプのやつだ。ところでお母さんが持っていけって言ってたから、かぼちゃの煮付けとかいろいろ持ってきたんだけど。おお、食べるかいという視線でこっちを見る。おお、できた弟じゃないか。美佐子さんの料理はうまいからな。美佐子さん、ありがたくいただくよ。なんで名前で読むんだろう、お母さんのこと。え、意外と複雑な関係。俺がそう言うと安心してたのか笑顔になる。よかった。そういやあんま見てない、似てないような気がするな。なんか顔が、髪型の荒れ方とか、なんか弟はボサボサな感じがあんま、なんか遺伝子受け継いでない感じからして、もしかして義理の兄弟なんこれ。養子？養子かもしれんね。なんでお前が心配するんだよ。俺が食事を無駄にでもすると思ったのか。うん、だってさ主人公一日一食しか食わなくても大丈夫そうな感じの雰囲気してるもん。最高ってパターンもあるな、確かに。クズでも食い物を無駄にするほどじゃないから安心しろ。食品を腐らせるの許されないからな俺は。じゃ急いでご飯の用意をするね。料理できるのか。そう言ってご飯の準備を始める。腹減ってるから急いでな。そう言ってテーブル前に座りながら俺は電子タバコを吸い始める。どうしたこの BGM どうした。ただ料理を作るだけだろう。なぜこの BGM になった。ああ、また吸ってる。ダメなんだぞ、タバコは。タバコじゃないです。電子タバコです。でも、中身はタバコと変わらないんだろう。プリプリを怒りながら、タバコの有害性について語る。あいにくだが、その知識をお前に与えたのは俺だぞ。だから何と言われても、だが、少し腹が立ったので、いたずらしてやろう。コウキ、何？実はこれ、タバコじゃないんだ。え？エクトプラズムといって、体にあるエネルギーを、この棒状の筒を通して放出しているだけなんだ。何その変な科学。そうすることによって魂と肉体を分けるという訓練をしているだけなのさ。わー、もしそうだとしたら主人公そんな能力いらねー、同点なのに。さあもう同点であるかのようなセリフを吐いて、吐いた分だけ煙を再び吸い込む。だからアホやな心地よい一息を邪魔しないでくれ。科学っていうかオカルト、確かにね。でももう
うご飯だから吸うのはやめてね。あ、はい、わかりました嘘だと見抜かれてるね、これなんだなんだ、ジェクちゃん、もう少しボケさせろよ。いい兄弟。あの後、飯を食ってそのままお風呂に入って就寝。弟がいるだけで生活が変わるものだからすごい。まさに感謝感激雨あられビーバーと参加をあげたいぐらいだ。ま、それはそれとして寝るか。家庭関係に関しては何の説明もなかった。何この彼女との夜初めて同棲をした1日目の夜みたいな反応は。もう眠っているぞ。今日の兄貴って家に帰ってきてから考え事が多そうだったけど、なぜわかる。確かに考え事が多そうな感じの展開になるようなイベントはだけどさ、うちのことじゃないよね。あ、ここで家庭の説明があるんかな。BL とかベッドは一つだけだったよなみたいなということは察しそういうゲームだった、このゲーム確かにギーの兄弟じゃないけど、いや、ギーだったからなんだ、ギーだからなんだという話ギーだったからなんだという話だけど、実家か。大学入ってから一度も帰ってないな。ま、帰ったところで地元に会いたい奴がいるわけでもないしな。やっぱりうちが原因。後期は身を乗り出しこちらを見る。バカ、なんで俺がいちいち実家のことで悩まされなきゃいけないんだよ。でもずっと考え事ばかりで遊んでもくれなかったし。あのな、俺とお前の年の差はいくつだ。6つ。ってことはコウキ君14歳、中学2年生、中2じゃないかそうそう、中2病を発症してもおかしくないぞ、気をつけろ。学校の先輩の話を聞いてもわからないし、好きな音楽バンドなんかのセンス何もかも違う。ましてや俺は中学時代は部活をしていない。お前はバスケットのレギュラーでエースと来たもんだ。わーもう童貞コースまっしぐらじゃないか、中学に部活をしてないっていうのはもうどこに共通点がある。いや、共通点がない方が赤い仲がいいカップル出来上がりそうな気をするんやけどな、俺は自分微妙に、涙を流しているような声が聞こえる。どうやら言い過ぎたようだ。全く関係がないお前に当たってしまった。ごめん。明日、早朝のロードワークに付き合って。そしたら許す。ああ、わかった。よっしゃ、楽しみにしておくよ。お前嘘泣きだったろ、お前絶対泣いとるけちょっとシリアスっていうかあんまボケじゃあかんようなところだろうなと思っとったのにさ、お前そんなに簡単によっしゃ言っちゃったよ。元気なものである。こういうのってなんだっけ、泣き面に蜂、泣いた鳥がもう笑っただっけ。ああ、でも兄さんの今の悩みを教えてもらうまでは許さないからねって言いたいな。トーテムボール。とりあえず俺は数ヶ月前から今日までのことを大体説明した。この後俺はどうしたらいいのか、俺に何ができることは何か、様々な推論を考えてはダメ出しを食らってしまう。なるほどね、兄さんが最近変だったのはそういうことだったのか。何かいい方法はあるか。コウキは俺の質問にため息一つで返す。兄さんってバカだよねこれがなんかギャンブル系の映画とかそういうんだったら、兄さんってバカだよねみたいな感じの言い方になるんだろう。バカって、おい、事実だけどさ。なんでそんなに難しく考えてるの。
お？兄さんらしく、もっとシンプルに考えればいいじゃない。おう。その人を必要だと思っているか否か、まずはそこから考えればいいだけの話じゃん。おお、おどおど14歳とは思えんほどいいことを言ってる。必要。姉がも言ってたな。私はあなたが欲しいの。そうだな。ちょっと童貞である自分のことを欲しいって言ってくれた女性が現れて嬉しかったみたいな感じの回想になってる。自分が欲しいと言った。だから俺は彼女の手を握った。だったらそういうことだ。何がそうなのかわからないけど、そうだよ。立ち止まって悩むくらいならぶつかってから考えてやる。それが俺だったな。決まったようだね。ああ、じゃ明日は5時起きな。え？そのくらいでも遅いくらいだよ。しっかり朝の運動しないとね。そのままお休みと言って眠りつく後期。朝5時は童貞には辛いのです。明日以降は筋肉痛だな。そう覚悟しておよも眠りに入るのだった。ぐー。あれから3日後、俺はアキラちゃんと待ち合わせをしていた。マジで？女の子をデートに誘う機会があるの？君に煽りすぎか。なんです、急に呼び出したりしてめっちゃツンツンしてる相手。怒ってる？でも来てくれるってことは望みが低いわけでもなさそうだ。俺はめんどくさいことは嫌だから担当直入に。確かにいつの間にか連絡先収束って。いつまで連絡先交換した？そんな描写なかったし。あんな契約のムードでさ、解散、あの駅まであれ送る際に聞けるわけないよね。どうした？なんかバグが起こっていつの間にかアキラちゃんの連絡先携帯に入ってるわみたいな話になったんかな。怖ー、それ怖ー。あ、そうか、メールやっとったわ。そうか、別に携帯出なくてもよかったね。ようかけた、そうやね。うん。あの本の一部分を使わせてもらいたい。一部分は？これは、頭おかしいんじゃないの？と言った目だ。君の小説にかける情熱は分かってる。小説を全部ゲームにしたい気持ちも何もかも。でも俺は小説の一部だけ貸してくれと頼むんだ。バッカじゃないの？あなたはそれで貸してくれる人がいると思うんですか？バカだと思ってるよ。え？それでも一部分しか読んでないけど、あの作品は素晴らしい出来だと思ってる。だから君の小説を広めるための宣伝としてぜひ俺たちのゲームに使わせてほしい。言いました。もうこれは遠回しに告白だと思っていいぞ。宝石さん、頭を下げる。少しの人間がこちらを見たが気にしない。むしろ今が絶好のチャンスなのだ。俺には君が必要なんだ。ちょっと、その言い方誤解生まれるよ。コンクリートの上に直で座って平伏する、いわゆる土下座。いつもの土下座。あそこまでやる？普通。告白ってやつか。あの、いいね。好み。誰だお前は。こいつホモ臭するぞ。これを観客 D、観衆 D か。周りがざわめき出す。そりゃそうだ。あれをね、それを狙って放課後の人が多い時間帯を狙ったんだからな。どうするんだ、お嬢ちゃん。彼氏がかわいそうじゃない。早く返事をしないとね。彼氏いいよ。絶対ホームだこいつ。一部怖いセリフが聞こえたよ。無視しよう。これ風が吹いたらパンツ見えるな。どうした高橋さん、顔が真っ暗ね。へへへ、かわいいな。顔を開けてアキラちゃんの顔を見ると注目されたのに慣れていないのか。
頬を真っ赤にさせたというレベルではないぐらいに真っ赤になっていた。かわいいぞお前。赤面中華だっていうボケはもう通用しないな。ほほほ、パクパクパクっていう金魚のごとく、餌を食べている金魚のごとく、口を、あ、本当に金魚って言ってる。口を金魚のように動かし、必死になって声を出そうとする。ほんまやね、ピュアピュアですね。おほほほ、倒れた。それはもう見事に。って、倒れた。アキラちゃん、しっかりピュアピュアハートを打ち抜いたぜ。へへへ。明日の天気は晴れだ。こんな時に天気予報見てんじゃねえ。違うだろ。1110。それ警察だよ。それも違うよ。いや、やっぱり見正しいかも。事件性を感じてんじゃないわ。こいつらに常識は通用しないのか。傷は深いぞ、がっくりしろ。アキラちゃん、それで私がたまたま通りかかった。ほほ、ナイスタイミングだったな。はい。それで高梨さん、体調の方は。あ、はい、急な混乱で脳が一時停止状態になっただけだそう。別にそこまでひどかったわけでは。一時停止状態になったんだ。ほぼコンピューターみたいな感じの脳してるんだね。それ本当に大丈夫なの。何にせよ大事に至らなくてよかったわ。ところでですね、姉子。はいはい。俺はいつまでこうしていれば。こうしていればって、今の俺の状態、星座 with 待機室、さくら。周りに迷惑かけたのにまだ分かってないの。それは分かってますけど、あの足が。さくらさんのご褒美だぞ。1時間近く星座をしているのだ。足がしびれてもおかしくはない。何その笑顔。ありがとうございます。悶絶時刻である。動くな。はい、ありがとうございます。まったく、少しは反省しなさい、このバカチンが。わあ、おっぱいにバカチン言われた。あの、さくら。ギザギザの拷問器具に座らせよう。痛めつけているぞ。これどれ。フード、しかもでかい茶封筒。それを姉子に渡す。アキラちゃん。姉子は黙って受け取って中身を見る。これって顔つきが一気に変わる。何？何があったの？初めての作業になるから慣れるのにちょっと時間がかかるかもしれませんが、どうでしょうか。ってことは、もしかしてシナリオ編集し直したか。え、何？何なの？金って。ここでカレーが出てきたら何だこの子ってなのよ。カレーどうにかこれで全部シナリオ全部ゲームにしてください。どうです。嫌 やな。1ヶ月、1ヶ月でどこまでかける。話自体に変更がないのでしたら一章全部ってところですね。なるほど。俺にはさっぱりわかりません。とりあえずはそこまでをゲームにする。うん。あとは反応が良かったらってことでいい？ああ、第1章、第2章っていう分け方しようかっていう、そういう話でまとまったんか。はい。もしもーし、一体何の話をしているんですか？一少年も察しが悪いな。しょうがないだろ！正座して足がしびれてんだよ！彼やろ！高梨ちゃんは小説のシナリオをプロットに直して、ゲームに合わせたシナリオを書いてきたんだよ。マジか、もう書いてきたの。え、ってことは君が出しゃばらなくても彼女はやってきてくれたということだね。おお、結果論だがねと笑う姉子。そうなんだ。おお、勉強してきたっていうか、理解してくれたんやな高梨さん。何か落ち込むな。先輩。先輩みー、思わず英語で自分を指さす。
アキラちゃんは言うとうなずき、続けた。先輩の言葉、気持ち、私に届きました。最初に会った時に言ってくれましたよね。そこに何も違いはないって。おう。あの後、やりたいって思うことは大事だけれど、やらないと始まらないって思って、気がついたら、作文用紙に文章が埋まっていました。ああ。この子も十分変な子だ。だから、先輩も私に協力してください。私も先輩に協力しますから。うわあ、青春しとるな。オーケー。ビシビシ行くから覚悟しろよ、後輩。はい。うわあ、なんかすごい先輩後輩。青春しとるな、おい。なんだ、そんな感じでいいのか。いろいろ悩むくらいなら突っ込んでみるのも手の内なんだな。ほれ、帰るぞ、二人とも。はい。手を差し出してくれ。行きましょう、先輩。そうだな。はあ。楽園までは七周。あっちに行ったり、こっちに行ったり。でも前に進んで。時には喧嘩もして。誰だお前は。仲直りして。僕たちは進んだ。楽園への道しるべ。高梨加入ってか。そうか。 POE ようやく始動か。この無鉄砲なんて止めらんないもさ、止められないなら受け入れてやるっていう、そういう感じで聞こえてきてさ、なんか歌詞の意味が分かってきたやみたいな感じにするけどさ、多分そういう感じで作ったわけじゃないんだろうなってそのこの後弟が加入すると勝手に言うとくあー加入するんかな弟って。結局加入はせんけど裏で主人公を支えるタイプのキャラかなって思っとったけど、現場監督なんで一番関係なさそうな人間が一番偉い立場におるみたいな感じだと。はい、出れた。ハンバーガー屋で企画書を作る主人公とアキラ。二人で？お互いに喧嘩したりしながらも企画書を作っていく。しかしアキラには重大な秘密があったのだ。え、何重大な秘密って？冴えない荒野を目指す学園の僕、第5話。アキラチャレンジ。アキラチャレンジ。子供チャレンジみたいな言うな。え、重大な、え、重大な秘密って何？重大な秘密？もしかして、アキラちゃん、すぐちょっとそこそこ膨らんだおっぱい、偽物なの？